平成27年度自衛隊音楽祭り第2章大地と海と無限の道、登場するのは防衛大学校儀仗隊、National Defense Academy Guard of Honor。 これから繰り広げられる最新努力は一つ一つの技に蹴り渡せ無限といった名前がついています。その中でも銀河と命名された演武は、その名の通り渦を巻く銀河系を彷彿させる体型を維持しながら美しく回転する大技です。宇宙のごとく無限の可能性を秘めた新しい世代の担い手、防衛大学校儀仗隊によるファンシードリルです。Thank you.
防衛科学校第4学院近藤利昌さん、ドラムメジャー第3学年指原ロッキーでした。ゲストの後2組目の登場です。登場するのは米海兵隊第3海兵機動展開部隊音楽隊、アメリカらしさ、海兵隊らしさを奏でる演奏曲はストライカーピザバンド、そして海兵隊参加、指揮は第3海兵機動展開部隊音楽隊隊長ジョシュア・エイ・ストーン上級順位、ドラムメジャーはジェームス・ホルト二等軍曹による演奏です。
米海兵隊第3海兵機動展開部隊音楽隊による演奏でした。続いて登場するのはゲストバンド3組目、在日米陸軍軍楽隊 United States Army Japan Band。 日本とアメリカ合衆国が困難な局面を乗り越え、友好関係を貫き同じ道を歩む、そんな思いで在日米陸軍軍楽隊が選曲したのはシェイクスピア、ロミオとジュリエットに基づいて作られ、互いの社会的背景に翻弄されながらも二人が愛を貫く物語。その物語はウエストサイドストーリー。
日米軍軍艦艦艦艦艦艦指揮は隊長マーヴィン・カード上級順位でした。無音を意味するサイレント、これから展開される陸上自衛隊第302保安警務中隊によるサイレントドリルは、小銃の操作音のみが響く無の世界、そしてその無の世界に声が加わり、陸上自衛隊中央音楽隊が奏でる音楽が加わり、その道は無限の広がりを見せていきます。3rd Military Police Company and Ground Self-Defense Force Central Band.
陸上自衛隊中央音楽隊、そして第300人保安検宇宙隊による合同演奏。指揮は坂井一郎、三藤力さん、ドラムメジャー馬渡栄一、伊藤力総でした。これよりお送りする演奏は、第2章に登場した米国ゲストバンドと陸上自衛隊音楽隊による合同演奏。米海兵隊音楽隊、米陸軍音楽隊、長きにわたりこの音楽祭りにご参加いただいている友達である両隊と楽しく激しく熱い演奏をお届けします。それでは参ります。演奏曲はエルクムチェー。マーリンカーの上級住民、各々ゲストバンド隊長によるご協力でした。